つい子供にイライラをぶつけてしまう、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、イライラをぶつけられた子供の末路ということで、実際にですね、子供にイライラをぶつけてしまうとどういう悲劇が起こるのかってところをちょっと紹介したいと思います。イライラをぶつけるのはね、良くないっていうのは多分ほとんどの方がね理解していると思うんですけど、それでもねついぶつけてしまうから悩んでいるわけで、でその場合ね、実際どうなるかってことを事前に知っておくことで、子供にねぶつける、イライラをぶつけるっていうのもかなりね減らせるかなと思います。あと最後にね、具体的にねどのように改善していけばいいかっていうところもお話ししていきますので、今もしイライラをぶつけてしまって悩んでいたら、今日の内容を参考にしてみてください。でまず最初にですね、イライラをぶつけ続けると子供はどうなるかって話なんですけど、これ子供のタイプとか性格によって変わります。例えばトゲトゲタイプ、いわゆるね、子供自身が結構すぐにイライラしやすいタイプですね。でこういうようなタイプにイライラをぶつけると子供もイライラします。イメージとしてはですね、例えば仕事の上司にイライラをぶつけられると、自分自身もイライラしてしまうっていう経験ないですかね。親子でも同じことが起こります。親がイライラをぶつけると子供もイライラし始めるんですね。で最初はイライラだけで済むかもしれないんですけど、これがねどんどん悪化していくと、例えば親に対して暴言を吐いたりとか、親にね切れて手を出すとかってことにもねつながっていきます。なのでちょっとねこういうトゲトゲタイプ、いわゆる問題行動がね非行とかに走りやすいタイプですね。こういったようなタイプの場合はいずれね、親がね怪我をするってところにもつながってしまうので、あまりねイライラぶつけない方がいいです。で一方ね、繊細タイプ、いわゆるね心が弱いタイプというかね、非行っていうよりもどちらかって言ったら引きこもりタイプって僕は呼んでいるんですけど、この場合イライラをねぶつけていくとどんどん部屋に引きこもってしまいます。でこれなんでかというと、例えばね、イライラをぶつけるっていうのは子供からするとどう感じるかっていうと、お父さんお母さんは自分の機嫌で叱ったり怒ったりするんだなっていうふうに思うんですよ。ってことは別に私が悪いことしてるから怒られるんじゃなくて、なんか自分がイライラしてるときは私に当たってくるんだなって思うわけなので、常に親に気を使って生きないといけなくなりますよね。でそうするとずっとね、家に寄る時もね、お父さん怒らないかな、お母さん怒らないかなって思いながら生きているわけなので、やっぱだんだん心が疲れてくるんですよ。で、そうすると、心がね、いずれもう限界に達すると気力がなくなってですね、で、朝起きられなくなったりとか、学校に行けなくなったりってことが起こってきます。あとはそもそもね、もう気を使うのが嫌だって思うと、やっぱり部屋に引きこもるようになってしまいますね。なので本当に、子供自身のエネルギーがなくてだんだん無気力状態になっていくようなね、イメージですので、この場合もねあんまりイライラはぶつけない方がいいかなと思います。はい、とはいえね、つい分かってはいてもぶつけてしまうっていうのがねやっぱ悩むところだと思うんですけど、じゃあどうしたらいいかって話です。でこれ、簡単に言うとですね、このじゃあなんで自分はイライラしてしまうのかっていうこの原因を突き止めることが大事なんです。でそれを突き止めてそれをなくしていかないと、これは我慢してなんとかなる問題じゃないんですね。で大抵イライラする原因っていうのは、例えばですけど睡眠不足とか職場関係とか夫婦関係とかね、この辺が結構原因であることが多いんですよ。で例えばじゃあ睡眠不足、本当はね7時間8時間寝ればイライラしないのに、どうしてもね5時間しか寝れていない場合、もうこれ何かをやめて睡眠時間を増やすしかないんですね。例えばじゃあ家事をやめる、でじゃあやめたらどうするのと回らないじゃんって思うかもしれないんですけど、そこはお金を使って家事代行を頼むのか、もしくはなんか食洗機とかを買ってねそういうのに任せるのか、その辺は人によって違うと思うんですけど、そういう風にしていくとか、もしくは仕事を減らす、仕事を減らしてなんかやっていくとか、空いた時間をね、睡眠に当てていくとか、あと介護とかでね、なかなか大変だったらもう、極端な話、介護はもう人に任せてしまうとか、人によって状況がね、本当に違うので、何が正解かっていうのは違うと思うんですけど、何かをやめて睡眠不足を、なくしていかない限り、なかなかイライラは収まらないかなと思います。あと職場、職場のね上司とかの関係でイライラしてしまう場合は、まずはやっぱ話し合いをするってことができますよね。でもそれでも多分変わらないことが多いと思うんですよ。だったらもう部署とか仕事を変えるとかしていかないと、結局そこの悪影響を受けてしまうわけです。で夫婦関係の場合も同じですね。やっぱり話し合いをまずしていって、でどうしても無理なら別居とかね、そういう離れて暮らすってことをしていかないと、なかなか改善ができないわけです。で、多分ね一度や二度はこういうね対策を考えたと思うんですよ。でもそれでもなかなかね改善ができていないからイライラしてしまうわけですよね。でただここで一つ考えてほしいのは、ここでね今
現状ね、このじゃ睡眠不足でイライラしているとします。で、何かをやめるっていう選択があるけど、やめられていないとします。で、この時に、何かをやめることができないんじゃなくて、これ言い方を変えるなら、そっちを選ぶんじゃなくて、子供にイライラをぶつけるって方を自分は選んでいるというふうに考えてください。で、そうすると、じゃあ果たしてね、このまま子供にイライラをぶつけていく方がいいのか、それとも行動を起こして何かを変える方がいいのか、どっちかを選ぶっていうような思考を持つといいかなと思います。結局このね、じゃあ職場関係で悩んでいて、それをイライラを子供をぶつけているってこと場合は、結局ね、子供にイライラをぶつけるって方を選んじゃってるわけですよね。で、これは結局、職場よりも子供よりも職場を優先しちゃってるわけなんですよ。だから、そうなるとやっぱりね、結局ね、最終的には子供がかわいそうになってしまうので、自分がね、どっちを選ぶかっていうのを、改めてね、考え直してみるっていうのも一ついいのかなと思います。はい。で、あとですね、お子さんへの向き合い方ですね。本当にイライラしてしまって、子供がね、悪い方向に進んでしまった場合は、改善をしていかないといけません。で、このあたりのやり方については、思春期の子育て無料講座ですね。この動画の右上もしくは概要欄から読むことができます。この中で詳しくお話をしておりますので、もしまだね、読まれてなかったら、こちらも参考にしてみてください。